はい。こんにちは。むかげです。今日はね、8月の終わりなんですけれども、今日も関西37度まで行きました。めちゃくちゃ暑かったです。ということでね、この Pixel 4A に関連する動画の続きなんですけれども、前々回かなで、このウランジっていう会社が出しているこのアナモルフィックレンズを使って、この Pixel 4A をシネマカメラ風に使ってみるっていう動画を上げたんですけれども、その時にね、 このアナモフィックレンズがこのピクセル 4A になかなかうまく合わないっていう話をしたと思うんですけれどもちょっとあのアップデートというかまあ自分なりに解決法っていうのを見つけたんでそれをちょっと紹介したいんですけれどももうすごく単純なんだけれどもこれまでどういう状況だったかっていうとこのピクセル 4A のレンズにこのアナモフィックレンズをこうはめなきゃいけないんだけれどもはめようとすると本来ならねこうやってもうがっつりと やはめて、はめ込んで、これ、このネジを締めて安定させるっていうのが、まあ、本来の使い方なんだけれどもそうするとね、このレンズの位置が合わないんですね、ピクセル方へだと。なのでどうしてもこのレンズの位置にこのアナモロフィックレンズを合わせようとするとどうしてもこうやって隙間ができてしまってこの部分がどうしても動く固定化を妨げるっていう原因になっていてこれはまあどうしようかって話になったんだけれども、まあ、すごく簡単なまあ IQ の低い解決法としてこのね、 えー、アナロフィックレンズに付属しているこのクリーニングクロス。小さいんですよ、このクリーニングクロスね。小さいクリーニングクロスをこうやって丸めて、丸めてね。で、この、ここにはめ込むと、実はこのね、浮き具合とちょうどね、合うんですよ、実は。 わかりますかねこれをはめ、まあ、もうすぐ不格好ではあるんだけれども、これで、あと、まあ、これでね、あんまり動かなくなる。ここが、この部分に詰めることで、ね。あと、この、これはね、付属でも何でもないんだけれども、えー、モビロンバンドっていうのをこうやって、まあ、輪ゴムですね。輪ゴムをこうやって、ここに合わせる。そうすると、もうかなり安定します。 こういう状況で撮影した動画っていうのを前回、えー、テストフィッデージっていうことで公開させてもらったんですけれどもこれでねだいぶ使えるんじゃないのかなというふうに思っています。このピクセル 4A をシニマカメラとして使う上でのレンズ周りっていうのはほぼ完成したと思うんだけれどもまあ問題なのはそれをどうやって撮影するのかどうやって記録するのかっていうところでピクセル 4A の内蔵カメラアプリケーションだと あの、写真にはね、すごく最適化されてるんだけれども、映像って結構弱いんですよ。で、例えば、えー、これがあの 4K に,にしても、フル h 次にしても、24fps、まあ、フレームレートですね。1秒間に何個マ撮影するのかっていうフレームレートが、30、基本30なんですよ。30、60。えー、フル h 純で30、60、120かな。 で、4K になると 30P しか撮れないんですね。で、まあ、シネマカメラっていうと、やっぱり、フレームレートは 24FPS っていうのが、まあ、基本なんですね。まあ、これ、あの、あくまで、こう、スタンダードで、あのー、特に最近の映画では、フレームレート48で撮ってたりするような映画もあることはあるんだけれども、基本はやっぱり24なんですね。で、その 24FPS で撮影しようとすると、この内蔵のカメラアプリでは撮影できないんですね。ということで、サードパーティーのカメラアプリを入れることになるんだけれども、 で、今回ね、この動画で紹介したいのはそのアプリケーションについてで、えー、まあフィルミックプロっていうアプリが、これはあの iOS でも Android でもいずれもどちらもあるんですけれども、これがね、いわゆるまあそのシネマライクに動画を撮影する際のあのまあ定番なんですよ、ね。定番っていう、これはね、もう本当にプロが使ったりするあのアプリケーションで、あのー、実際ね、もう今はね、だいぶちょっと下火になってきたんだけれども、一時はね、こう、 スマートフォンで映画を撮るっていうことが、あの、ハリウッドなんかでも流行った時期があるんですね。例えばあの、ソダーバーグっていう映画監督がいますけれども、あの、セックスと嘘とビデオテープでカンヌのパルブノールを撮って、あとトラフィックっていう映画でもアカデミー賞を撮ったような、まあ、すごい有名な監督なんだけど、まあ、彼がね、iPhone で映画を撮ったり、2018年あたりにしてるんですけれども、あのね、僕がね、一番ね、その、スマホで映画を撮るっていうことに、 すごいなって、もう本当に撮れるんだって思った映画っていうのが、ショーン・ベイカー監督が撮った、タンジャリンっていう映画があるんですね。で、僕はこれをね、2016年か17年かちょっと忘れちゃったんですけれども、東京国際映画祭っていう、あの、六本木ヒルズでやっている映画祭で見たんですけれども、ね、これがね、映画としてもね、すごく良かったんですよ。で、しかもそれがね、iPhone6 だかなんかで撮ってるとかで、もびっくりしたんですね。 その時に、まあ、ソダーバーグも使っているんだけれども、その時に使われたこのアプリケーションっていうのが、フィルミックプロなんですね。実際に今その映画を撮ることができるアプリケーションっていうことで、まあ、これがまあ一気に広がって、スマホで本格的な撮影をしたいっていう人にとっては定番アプリになったんですけれども、今日はね、そのアプリをちょっと紹介しようかなと思っています。<music> でこの、ね、フィルミックプロっていうのは基本的にやっぱり iPhone に最適化されているアプリなんですね iPhone を使っている人はもう何も使うことに問題はないんですけれども Android ユーザーの場合はいきなりねこの、えー、フィルミックプロを導入するのではなくてまずは Google の p l a y トアからフィルミックプロエバリュエーターっていうアプリケーションをダウンロードしてみてくださいでこれはね無料なんで あの買う前に必ずちょっと試してもらいたいんだけれどこれはどういうものかっていうと使っているスマートフォンでこのフィルミックプロがどこまで使えるのかっていうのをあの判定してくるアプリなんですねこういう形であのフィルミックプロの機能っていうのがこの使っているスマホでどこまで使えるのかっていうのが出てくるんですねで例えば解像度だと 2K も 4K もサポートしてますとでフレームレートも 4K、4K だと 60fps まで対応していて、フル HD ですね。1080だと 120fps。で、このように、いろいろなこう、機能がこれ、これこれ使えますよっていうのが出てくるんですね。で、このハードウェアサポートのところに、m ーン n d o ラブ Lab a d a p っていうのがあるんですけれども、これはあの、Moon d o c っていうのは、スマホ向けのアナモロフィックレンズを出している会社で、アナモロフィックレンズで撮った映像っていうのを、 リアルタイムでその横長映像に変換してくれますという機能なんですね。これも対応していますと。まず、これをまずダウンロードして自分のスマートフォンに適合するのかっていうのをチェックしてみてください。ピクセル 4A を使っていらっしゃる方の場合は問題なく使えます。で、実際に、これが、えーえー、実際にこれが、えー、フィルミックプロ o の画面なんですけれども、これがまあ撮影画面になります。 で、ここからね、ちょっといろいろ設定の説明等をしていきたいんだけれども、まずね、この鍵マークですね。これはまあ設定マークですけど、これを開けてもらえるとこういう、えー、画面になるんだけれど、まず左、左上から解像度。これは SD の 540P から 2160P まで対応しているとで。その他にもクオリティ標準だとか、一番上はフィルミックエクストリームっていう、 ここでまあ画質ですね。あと最後にコーデックも選べます。で、あとフレームレートもこのように24からこうやって選べるものが出てきます。で、あとシャッターもこれすごいなと思ったのはこうやって自動シャッターだけじゃなくて 50Hz シャッターと 60Hz シャッターっていうのがあるんでまああの関東関西とか 世界的に見てもこの 50Hz、60Hz で分かれてるんだけれども、まあフリッカー対策っていうのがこのシャッターでできるということですね。あ、でまあ僕はね、この解像度に関してはもう一番、一番いいやつ。4K2160P でフィルミックエクストリームでコーデックは HEVC で設定しています。で、フレームレートも 24fps。それから、シャッターは自動シャッターにしています。で、この自動シャッターにしている理由っていうのは後でまた述べたいと思います。で、ここにオーディオもあります。で、オーディオも、あ、あ、これも、今もうすでにオーディオを聞かしている状態で僕の声を拾ってここでパラメータ動いてますけれども、あの、音声はいらない。映像だけっていう場合はこの動画のみっていうところをオンにすると、音声は録画されません。はいで。僕は一応音声も拾っています。で、次、ハードウェア。 これなんですけれども、えー、これ、ハードウェアどういうことかっていうと、外部機器とこのフィルミックプロアプリケーションを、まあ、どうやって接続するかしないかっていうことですね。この辺、ジンバルですよね。これをジンバルと繋ぐことで、この画面を使わないでも、え撮影等ができるっていうことなんですけど、ここで重要なのは、この 1.33× アナモルフィックアダプターっていうところで、まあ、この、えー、僕が買ったこの、 ウランジのアナモルフィックレンズっていうのは1.33倍のものなんで、ここをオンにすると画面っていうのがアナモルフィックと同じ画面になる。逆に、逆にこのハードウェアをオフにすると、今みたいに16対9の元の、元のいわゆる画面に戻るということですね。なのでアナモルフィックレンズを使う方はこの1.33か1.55で選ぶといいです。 はい。で、僕はもう、この動画撮影するときは、今はアヌモロフィックレンズをつけているので、この1 3 3るをオンにしておきます。で、あと、ここですね。これすごいのは、ま、あこれが今手ぶれ補正ない状態なんだけれども、いわゆる、え、OIS っていう、これ、オプティカルイメージスタビライゼーションからあの、光学式の手ぶれ補正と、それとは別に、電子式の手ぶれ補正も2つ設定可能で、どちらかを選ぶこともできるし、どっちもっていうこともできます。 で僕はこれはどっちもにしていますはいであとこのガイドですねこれもガイドはの種類はもうあの3分割しか選べないんですけれどもこれもオンにしています動画の途中に恐縮ですがお知らせです私おもかげユーラシア365という旅の青春小説を Kindle にて公開しています新時代の春僕は船に乗ってユーラシア大陸を横断する長い旅に出た 急成長を遂げる中国を舞台に、怪しい旅人との出会い、自由の交流と旅の鑑賞、チベットの光と影、そして一生に一度のそれぞれの旅、青春の影を引き連れて365日にわたる大陸横断の旅が今始まる。とこんな感じで、Kindle Unlimited 登録作品ですので、ぜひともチェックしてみてください。それでは動画の続きをどうぞ。はい。ということで、これがその撮影画面なんですけれども、この撮影画面の説明に移りたいと思います。で左からこの、このボタンを押すと何ができるかっていうと、 ホワイトバランスを設定できます。ここでもう手動でやったりですね、この、ここでいじったりできます。よっぽどのことがない限り、オートでいいと思います。ただ、これ一点ちょっと注意なんだけれども、これは、ピクセル 4A の問題なんだけれどここにね、インカメレンズがあるんですよね。で、これによって、この、ここに文字がうっすらと見えると思うんだけれども、これが隠れちゃってるんだけど、ここはホワイトバランスを、今設定しているホワイトバランスが出ている画面なんですね。 K っていうのはケルビン数で、テンプ、テンプラチャーっていうのが出てるんで、これがちょっと見えないっていうのが、ちょっとピクセル 4A を使う上での注意点となります。ただ、ぶっちゃけオートで使っている分には気にはならないのでいいと思います。で、この、この次、ここの部分っていうのが何かっていうと、露出とフォーカスのマニュアル設定なんですね。左側の操作で ISO とシャッタースピードっていうのを変更できます。で、こっちで、 フォーカス。で、切り替えでズーム。できます。で、これを押すと、こういう画面になるんだけれども、これは、この丸っていうのが露出を測定するポイントで、この四角い部分がフォーカス部分になります。っていうので、この白、これがね、白の場合っていうのはオートになってますよっていう意味なんですね。で、この、これを押して赤にしてしまうと、ここに固定されてますよっていうことなんです。なので、ここは僕はどういう設定しているのかっていうと、 僕はシャッタースピードに関してはフレームレートを24フレームレートを使っているっていうこともあって48固定にしていますその場合はこの左側にでちょっと小さくて見えるかどうか分からないんだけど48分の1っていうふうに出てきていると思うんだけどこれをタップすると赤くなりますそうするとこれはもう48分の1のシャッタースピードで固定されているっていうことになるんでシャッタースピードだけロックした状態であとフォーカスはこうやって まあ、オートかマニュアル化っていうのを自分でその都度その都度決めながら撮影しています。で、この露出関係の隣にあるこのボタンを押すと、ここに上に4つのボタンが出てくるんですけれども、これがあのライブ分析機能ってやつで、これが結構便利で、左から、あこ、これでわかるかな。これでわかると思うんですけれども、これ何かっていうと、 えー、ゼブラストライブが出てくるんですね。で、これ結局青いところはどうなっているのかっていうと黒飛びしていることになります。潰れているところっていうのを青で表現しているわけですね。その隣にあるのがクリッピングですね。で、これは露出に関するところです。青い部分が露出が足りませんっていうところですね。でその次のところがこれ偽色を表すところですね。で、これ緑色のところはまあ露出はいいですよ。 あの、色、色が変になってませんよっていうことなんだけれども、青い部分は光が足りてませんっていうところですね。で、その次にあるのが、これがピーキングですね。場所によっては緑の線が出てると思うんですけれども、ここにピントが合っていますということになります。このね、4つも結構便利です。特にやっぱりあの、あの、昼間とかで撮影してるとモニターでちゃんと確認できない場合があるので、このライブ分析、これかなり便利です。はい。 で僕がよく使うのはやっぱりフォーカースピーキングをよく使いますね。撮影しているこの一番中央の部分に、えー、時間タイマーが出ていると思うんですけど、これはもちろん録画時間を表しているんだけれども、ここを押すとこうやってヒストグラムも出てきます。で僕は基本的に撮影最初の段階で、録画ボタンを押した段階でこの実際にこのタイマーが動いているのかを確認して、動いていることが確認された場合もすぐヒストグラムに移るという感じになります。 で、まあ、あとは、ここが、まあ、録画ボタンですね。というわけで、ざっとね、フィルミックプロの機能を説明してみたんですけれども、基本的に動画に、動画撮影に必要なマニュアル機能っていうのほぼ網羅していて、え正直ね、これ、ね、お値段が1600円か1700円ぐらいするんだけれども、あの、買ってね、損はないと思います。あの、スマホでシネマライクな動画を撮影したいっていう場合は、もうこれなしではほぼ撮れないんじゃないのかなっていうぐらいです。 あとね、このフィルミックプロって、これだけ機能がたくさんあるんですけれども、動作は結構安定しています。あの、今のところフリーズしたりだとかっていうことはないです。ただ、あの、設定を頻繁に変えたりしていると、どこかの段階でそう設定が固まっている場合っていうのがあるので、その点ね、あの、注意が必要かなと思います。はい、えー、ということでね、えー、この、ウランジュアナモフィックレンズに、フィルミックプロも、 入れたと,いうことでもうスマホでシネマティックな映像を撮る準備っていうのはもうほぼ整ったと思うので今後はちょっとこの体制で Vlog 等を撮っていこうかなと思っていますので気になる方は登録ぜひししくお願いします。それではお見けでした。